どうも皆さんこんにちは、ヨシヒサです。いつも最後までご視聴ありがとうございます。今回はハンターの書を伝授するを、あともう一つあるので、それをねつけたいと思います。で、これコラボのキャラの限定の襟の書みたいな感じになります。で、使用期間が11月16日の4時から12月5日の3時59分までと、なります。で、僕が今ちょっと撮ってる現時点では今12月の1日なので、あと4日あります。はい、まだね、まだ迷っている方はね、この機会にちょっと僕の、まあ、少しでも参考になれたら幸いかなと思います。はい、まあ基本的にこの効果自体は英雄の書と全く同じになります。で、使用は1体につきに1体1回までになっています。で、これはログインボーナスなので、最大2枚まで入手できることができます。はい、ちょっととりあえず早速ハンターの書伝授する押してみます。はい、まあ一応こんな感じで、ハンターハンターのコラボキャラに、作れることが可能になります。で、おすすめのキャラなんですけども、僕は一応1枚目はゴンにつけました。ゴンの重心化、まあ火力面で優秀で、まず使い道のが一つ、友情と SS、 直殴りのどれも強力で、結構ねワクワクの実の種類が多いので非常におすすめかなと思います。はい、まあ幅広く使うのであれば遊撃、即必殺、同族の過激が主なのかなと思います。で、次にちょっと迷ったんですけども、メルエムの重心化、以前ちょっと僕第一弾の時にメルエムちょっと N 賞使うかちょっと迷ってたんですけども、全然使わなくて、まあ、そのままなっていましたね。一応使うのは非常におすすめかなと思います。まあ、運枠としてまず婚活性の高いキャラで、キラー持っているので過激系の身の恩恵が大きいですね。まあ同族の過激、加盟撃、加撃速が主なのかなと思います。はい、ハンターの書を使ってね、さらに拡張するだけの価値が十分ありますので、非常にこのキャラは強いかなと思います。で、あと3つ目がネテロ、これも迷いましたね。ギミックの対応力がまず高いのと、連れていけるクエストが幅広いで、長期間このキャラはなんかね結構寿命がありそうなキャラなので、基本的に、つけたいかなと思います。はい。まあ、ゴン同様に火力面が全体的に優秀なキャラですね。まあ、おすすめの身であれば、遊撃、即必殺、同族の過激がおすすめです。はい。まあ、これもね、僕、ちょっと迷いましたね。で、あと、クラピカになります。受信化でね、さらにより良い、キャラになりました。まず、過激による強化系、ボスの火力を底上げ。で、混乱対策にもなれる即必殺とか、あと耐性持っていますので怪我減りとか、はい、まあ同族の過激、加盟撃、過激速はもうもちろんなんですけども、まあ特に近畿24でまだ誰だったかな、高杉を持ってない方はここでクラピカをね持っているのであれば、まあここで十分使うのも一つの手なんじゃないかなと思います。あとキルアとかジンとかですね。で、まずジンはまずメルエムの超究極。まあ今はちょっとメルエムの遠曲集、集会なんですけども、まあ、後々ね、なんかその、まあコピーとかも使えますし、あとまあ普通に超極クロスウェーブだったかな？クロスウェーブだったかな？はい。まあ、全然今後ね、幅広いキャラになるかなと思いますので、まあ、つけても損はないのかなと思います。まあ、過激に加えて即必殺もおすすめかなと思います。で、キルはですね、クシミテマ、アンチテーゼ、豪絶など、まあ、最新の豪絶に、まあ、適性が入りました。まあ、純粋に過激で強化したい分には、キルはにつけてもおすすめなんじゃないかなと思います。まあ、過激三撃手がおすすめかなと思います。あとはもう、カイトとかですね。まあ、直殴り、SS もいずれ優秀な、キャラで、まあ短縮アビリティ持っていますので、まあ、非常に過激遊撃即必殺あたりおすすめなんじゃないかなと思います。あとはもう個人的に、まあ、好きなキャラにつけるとかですね、もらうとかナックルとか、まあ、星5制限のまあなんて言っちゃなんですけどもトップクラスみたいな性能ですね。まあ、スコア S ランクのみ使えますし、あとはナックルのであれば、近畿の二の極、
ハンターの書を使ってステータスをさらに伸ばす。同族の過激、過激速。はい。で、前回の第1弾、クロロとか、ゲンスルーですね。ゲンスルーも、確か人キラーが乗ってたので、それに使ってさらに遊撃を使うなど、クロロであれば、攻撃キラーと、さらに、英雄の書を使、ハンターの書を使って、同族の過激を使うなど、非常に迷いました。で、今回僕がつけるキャラは、このキャラになります。本当に迷いました。真面目に。はい。この子かなーと思います。クラピカです。で、どっちにつけようかなとちょっと迷いました。まあ、サポート型のね、照明速飛球、あと同族とかつけたいかなと思ったりしてて、まあこっちでもね、激臭バンバンバンと乗せてね、行くのもありかなと思いました。はい。つけます。僕が伝授するキャラは、本当に迷った。真面目に迷った。もう、メルエムとネテロ、クラピカ、めちゃくちゃ迷いました。このキャラにつけます。クラピカ。はい。もう本当はネテロつけて、もう、長期間ね、使いたかったキャラ。まあまあ、後々ね、なんだろう。まあ普通に、ハンターの書はまあ、おまけっていうのがまああれなんだけど、まあまたね、英雄の書使って、ネテロとか使ったり、あとメレムとか使ったり、まあしていきたいかなと、個人的に思います。はい。でも今回ちょっと、先にね、クラピカを、つけました。うん。まあ、ね、カルナとかでも使えますし、蓬莱とかでも使えますし、あと近畿の五個とかも使えますし、過激によるマシマシの強化で、火力を上げたいので、クラピカに付けさせてもらいました。ありがとうございます。ハンターの書。いやでも、ね、これね、ハンターの書ね、まさか、まあ第2弾で、復刻してね、まあこういった形でね、書を付けれるのは、俺、本当に、個人的に嬉しいなと思います。はい。まだ、ハンターハンターのコラボ、あともう1日あるのかな。で、あと、覇者の塔もありますので、まあ、登り切ったオーブでね、10連とか使ってね、出るのを祈ります。はい。僕はね、まだキルは持ってないんですけども、はい。はい。まあ、こういった形で、コラボキャラ限定のハンターの書は、クラピカに付けさせてもらいました。はい。これからもね、クラピカ使っていきます。まあ、もちろんね、ネテロとかゴンでもジンでもね、使っていきます。はい。まあ、そういった形です。はい。最後までご視聴ありがとうございました。この動画、もしよろしければ、評価、チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。では、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。